はい、こんにちは。ザ・ゲームチャンネル春99です。ですね、もう2016年もですね、年の瀬が迫ってまいりまして、まあこれがね、放送されるのは2017年だと思いますけども、今年はですね、いろいろありましたので、2016年をですね、ちょっと振り返ってみようということで、今回ですね、対談でニコボドのですね、ニコさんとですね、2人ですね、2016年についていろいろ振り返ってみようと思います。ということでですね、ニコさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあね、本当に年の瀬が閉まったこのタイミングで、ね、そうですね、すみません、今年は本当にいろいろありましたのでよろしくお願いします。で、まあ、今回ネタの方はですね、まあ、ニコさんと私の方で、まあ、ネタをいくつかですね、まあ、持ち寄ってですね、まあ、それをね、気になることをですね、まあ、喋りながらお互いに、まあ、だこうだというのをですね、まあ、お届けできればなというふうに思っています。ということで、まあ、ニコさんの方からもですね、いくつかネタの方をいただいておるわけですが、今年一番遊んだゲームですかね、まあ、このあたりから行ってみますかね。まあ、私の方からじゃあ言わせていただくと、今年一番多く遊んだゲームがパッチワークですね。パッチワークですね、はい、もちろん実際ボードゲーム版も持ってるんですけど、なんで一番遊んだかっていうと、あの、アプリが今年あのリリースされて、パッチワークの。パッチワークの、はいはい、で、それですごい回数を遊んだんですよね、今年。まあ、なので、ちょっとアプリのおかげで一番遊んだっていうような、まあ、ゲームになってるんですけども。ということは、ごめんなさい、僕はアプリの方のスマホ系、タブレット系のボードゲームアプリ、実は私、あんまりやらないんですけど、やらないというかですね、大体こう操作が分からなくなったりするんですけど、パッチワークでじゃあ遊ぶってなると、一人でやるってことですか？そうですね、まあ、コンピューターとも対戦できるんですけど、オンライン対戦がメインになりますかね。あ、そうなんですね。じゃあ、はいはい、iPhone のアプリなんだけど AI とやってるのではなくて、人間とリモートのオンライン対戦。そうですね、はい、そうですね、リモートのオンライン対戦で、まあ、手番でその時間一手打って向こうが打ってみたいな感じで進んでいくんですけれども、リアルタイムじゃなくてもいいので、結構空いた時間とかにどんどんこなしていくって感じで遊んでいくような感じになってました。それはなんか面白いですね。それちょっと、もうちょっとお聞きしたいんですけど、まあ、私はすごくやらないから分かってないだけなんですけども、ええ、これだからオンライン例えばやりたいってなった時に、そこの相手ってどうやって探すんですか？はい、相手がオートマッチングで当たるんですね。で、もちろんお友達の方とID を事前に交換してると、うん、対戦できるっていうこともあるんですけども、うん、フリーでなんか当たってランクが上がったり下がったりっていうような感じの形式になってますね。じゃあかなりなんか本格的ですよね。なんかちょっとなんていうんですか、自分のコンピューターとやる、まあ、昔よくちょろちょろ出してたいろんなボードゲームだって、だいたいコンピューターとやるときに、まあ、だいたいものすごい強いかものすごい弱いか、どっちかしかなくて、ね、絶対勝てないじゃんとかあったりするわけで、あと他対人でやりたいときって、さっきちょっとおっしゃった、例えばニコさんとやりたいですって決まって ID 交換して、もう実際リモートにいるんだけどお互いその場でポチポチやってるっていうのは、まああるんですけど、マッチを自動的にしてくれるっていうのは、これ便利ですね。そうですね、これ便利ですね。で、うん、その、まあ、2人なんですぐに対戦相手が見つかるっていうのがすごくいいところ で、うん、であと並行していくつもゲームを進めることができるんですね。で、僕は同時に10択ぐらい立てて、あの時ハマってた時パッチワークずっとやってて、もう何の手を打ったのかがもうちょっと忘れかけるっていう結構カオスな状態になりましたね。そのなんでこうしたのか、ちょっと次手番来た時に分かんなくなったりとか。まあそうでしょうねそれだって目の前にパッチワーク10個本物並べても分からないでしょ。そうですねそれじゃあ1個の iPhone のアプリで10択同時に回せるってことなんですか？そうですね、10択とか最大どこまでいけるのか分かんないですけど、ああ10択ぐらい回せますね。ただしやるともう何でしょう、パッチワーク廃人みたいになっちゃってもう会社の行き帰りはずっとパッチワークを、飯食う以外はなんかずっとパッチワークのアプリをこうやるぐらい、あの暇を持て余さないですね、10択立てると。まあそうでしょうね、なるほど。いや、パッチワークってさっき最初お聞きした時に、まあ2人用なので、まあ、例えばご自宅で家族とやられるとか、まあ、お昼休みに会社の方とやられると、まあ、いろんなシーンが2人用だとね、まあ、作れそうかなと思ったりするんですけど、まあ、アプリでやるっていう手もあるんですね。そうですね。ちなみにこれがパッチワークの方が、まあ、アプリの方も含めてなんですけど、これはアプリをなしだと何が多い感じなんですか？はい、そうですね、アプリ以外だと一番やったのがセブンワンダーデュエルですね。セブンワンダーデュエル、デュエル、はい、おー、なんと、ね、やっぱり2人用がやりやすい。2人用が、そうですね、これはおそらくホビージャパンさんで開催された、はい、セブンワンダーデュエル大会とか出たっていうのもあると思うんですけど、夏頃でしたっけあれって、夏ぐらいですかね、やってたやつですね、に行ったっていうのもあります
ますが、でも、まあ、なんだかんだ一番やりましたね。2人でちょっと時間ある時にささっと巻き目でやったりとかして、うん、結構一番回数やってましたね。まあそんなこんなですね、まあ、セブワーダーデュエルは、まあ、トーナメントをね、出られたっていうのがやってるんですけど、まあそれでちょうどね私の方のね、あの今回後押し上げてるネタの方でちょうど入れてるのの、まあよく似てるんですけど、ええ、私の方で今年、まあ私普段からね、あのタイルゲームは苦手だとかね、あの二人用ゲームはあまりやらないとかね、うんうん、もう食わず嫌い王なようにですねやらお前あれもこれもそれもやらんのかみたいなね、もう対人要素があったら嫌だとかね、まあそんだけ言ってもやるゲームが多すぎて回らないんで、まあいいじゃないかなと思いながら、二人用ゲームやっぱ今年やったんですね。やっぱりね、さっきあのおっしゃられたように春先ぐらいのちょうどあの神戸のゲームマーケットがあったんですけど、私そっち行ってたんですけど、あの前後ぐらいにバッチワークがあのよくやってたんですよね。やっぱり待ち時間にいいんですよね。僕はリアルでやるんですけど、あと例会とかにちょっと、2人だけちょっと余っちゃうとか待ち時間とかあるじゃないですか。なのでパッチワークをちょろちょろってやっていて、あれ意外にこの人こんな変わるのでも面白いじゃんって怒られそうなセリフしゃべってますけど2人のボードゲームそんなにしたことがあんまなかったんですよね、まあ、そもそもする機会少なかったので、もともと私マジシャンだったので、2人用といえばマジシャンをやる、なるほどマジックずっとやる、デッキ構築やったり、まあ、ちょっと前のネットランナーやったりっていうのがあったので、うん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 、ボードゲームっていう感じじゃあんまなかったんですけど、バッチワーク意外にいいなと思って、しばらくしてからセブンワンダーデュエルの方も手を出してみて、実はデュエルはちょっと何回かやって、2人用ゲームでやってみたんですけど、実は私ピンときてなかったんですよ、もう一つ。お、なるほどこういう感じなのかと思っていたんですけど、あれって伏せてるじゃないですか、半分、はいはいはい、開ける伏せる、ね、開ける伏せるじゃないですか、あれ伏せるのを開けてほしいじゃないですか、相手に。そうです、ね、自分が開けたくないじゃないですか、なのでそこをなんかこう洗面器に顔を突っ込んだりみたいな、開けてくんないかなとか思いながらすごい我慢する。そうですね、あそこをどうこういかに相手にこう開けさせるかっていう感じで手を打っていくって発生しますよね、絶対。でその時に多分流れによって、相手が開けてくれた俺の札はどんだけいらないカード出てくるやっていう話と、自分が開けたやつはどんだけ僕が欲しいカードやねんっていう時が流れがあるじゃないですか、はいはい、あれが私の心辛すぎてですねトラウマになってるじゃないですか。いいゲームだけど欲しいなと思って、で実はこの前パンティオンもやったんですね、セブンワンダーデュエルの拡張のパンティオンもこの前もやってて、2人やってるやんけって話なんですけど、やっていて、そしたら あれのパンティオンになると表になってない裏のカードの一部にトークンが載ってるんですよね。トークンが載っていて、あの神様が新しく増えてるんですけど、要は表にすることになった、私が下を取ったからっていう人はトークンもらえるんですよね。なるほど、トークンもらえて神様の能力を使えるアドバンテージをもらえたり、あとでその神様の能力を買う割引のトークンがもらえるようになっていて、要は表にして相手にアドバンテージ見せてね、相手にカードを見せる代わりに自分のトークンもらえる、でもそのトークンは見えてると、あ、積極的に見えてるっていうことがあって、なんでここは今ちょっと相手にチャンスを与えるかもしれないけど、トークンを取った方が面白いぞとかいうのがあって、ものすごい僕の中で良くなって、今ね、この収録する前も実は僕セブンアンダーデュエルとパンティアの手元にずっと置いてて、だからごちゃごちゃやってたんですけど、なんで、あ、これなんかセブンアンダーデュエルいいかもと思って。ああ、そうだったんですね、なるほど。この辺もいいですね。ああ、いいですね、そのお仕事する感じをこう、そうそう、チップを獲得することで軽減してるってことなんですね。そうそうそう、デュエルだけだと結構辛かったんですよね。あ、なるほどなるほど。なんか本当に見えてないじゃないですか。だから、相手に選択肢を増やすだけだったんで、どうしてもしゃがんで、なんとか相手の方に開けてほしいと、うんうん。でも手番順からして、あなた、私はあなた、私となると、あと2手番したら絶対俺開けるんだよなとか、思うんで。そういうことですね。うん、いや、よくできてるな。ちなみに、デュエルのパンティオの方は、第三時代になってきたら、神様の能力を使うっていうアクションをしたら、カードめくらないんで、あ、そうなんですか。うん、カードめくらないっていうアクションが取れるようになってるので、次自分が絶対開けなくちゃいけないっていう時でも、いや私今あえて神様の能力お金払って使うのでめくりませんっていう、カードを触らなくてこう順番を避けて入れ替える、絶対開けなくちゃいけないっていうのも回避できるようになってるんで、ああ、なるほどなるほど。2人をバカにできないなと思っていろんなとこ怒らそうこと言ってるけどあ、そうですね。そう、あとネタ的には入れてなかったですけど、明治ナイトか、明治ナイトやらせてもらっていて、明治ナイトがまあいいですね。
ああそうなんですか。いいですねあれは。まあ昔だとタリスマンとか、パスファインダーとかな最近だとか、まあああいうタイプのゲームなんですけど、まあ2人でこうタイルを移動していって、まあいろいろ発見していったりモンスターを倒したりっていう感じのゲームになってるんですけど、うん、2人で4時間ぐらいかかるんで長いですね。今写真見てるんですけど結構こうフィギュアを置いたりとかするような兵器さんの街の上に。そうなんですよ。あそうなんですね。でまあ2人ねフィギュアって結局でも自分の駒とうんうん、あとお城ぐらいしかなくて、まああとは全部基本的にはタイルを置いていくだけなんですけど、もうデッキビルディングなんですこれ。ああそうなんですね、うん、ちょっとずつ買い物なんかしたりしてるとデッキビルディングで自分の最初はなんか移動アタックお買い物のお金みたいなカードしかないのを、うん、モンスターを倒すとアーティファクトのカードをもらえるとか従者を買うと従者のカードをもらえるっていうデッキビルディング、デッキが尽きると1日終わりみたいなことになってて、2人ともデッキが終わると1日のお昼が終わり、じゃあシャッフルし直して今度夜とか、これで進んでいくんですけど、まあ、この作り方がデッキビルディングなんでこの引きにもものすごいよるし、構築の仕方にもよるので2人で4時間前後、まあ、早かった3時間半ぐらいっていうね全然早くない、重量級ですね。で3人になると純粋にダウンタイムが長くなるだけなんで6時間ぐらいかかってしまうのではと。できるんですけど4人までやらない。そうなんですね。じゃあ2人がベストなんですね。かなあ、これフバチルなんですね。ああそうなんですか。拡張カードやなんかもそのままのように拡張デッキも出てるんで、まあ、これはね面白いんですけど、まあ、自分では持っていないのでもうお願いしながらなるほどなるほどやってるんですけど、2人をね、だから今年はまあでも2人をゲームマーケットもそうですけど、まあ、増えましたよね。まあ、2人でプレイするものが。ああそうかもしれないですね。まあねお家でね軽くできるとかね、さっきのニコさんがおっしゃられたようにね、まあ、スマホのアプリでね、うんうん、自分で一人でできたり二人でできるっていう方が、まあ、どこでもねできていいのかもしれないですよね。そうですね、人数集めるあれハードルは少し低めですからね。そうですよね。そうなんで今年はその手のね、まあ、すごい良かった、私から見ても良かったゲームっていうのをたくさん出てるかなと、うんうん、まあ明治だったら古いんじゃないかとかね怒られそうですけどね、まあ、私がやったんではね良かったかなっていう感じですね。で、まあ、私の2人用のネタはまあそんな感じなんですけど、ニコさんのやつで見ると、さっきのやつでいくと、まあ、いいゲームっていうつながりでいくとこれですかね。プフィシューターの KDGA と DSP の連続受賞と。そうですね。ちなみに DSP は何でしたっけ？ DSP がモンバサですね。ですね。KDJ がスカイ、KDJ がスカイアイランド。スカイアイランドとか、はい、そうです。いうことですよね。今年はこの方が両方とも、はい、そうですね。取ったっていう。そうですね。で KDJ については2年連続ということですね。去年がブルームサービス。ああ、はい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 。そうか、ブルームサービス来てスカイアイランドが来て。モンバさんになるんですね。そうですね。ものすごい落差がありますね。そうですね。確かに確かに。モンバだって今年遊んだ中でもかなりスーパーヘビー級な、ね、私イメージ持ってるんですけど、あれインストがとにかく大変なんですよね。そうですね。ややこしいですね。ややこしいですよね。このいろんなことをこう聞いてやらなくちゃいけないっていうのを覚えなくちゃいけないっていうのがあるのはあるんですけど、だけどこの KTJ と DSP の方連続受賞している方ってそんなに多くないような。そうですね、そんなに多くないかもしれないです ね気がしますね。貴族の務めとかは確か SDJ とDSP だったような気がするんですけどね。貴族の務めはウルトラ昔ではなかったですか？ウルトラ昔ですけど。ですよね。あれ私が若い頃にしたボードゲームな気が。1990年ですよね。貴族の務め。ね、1990年で、ね。25年前ぐらいなんですか。25、6年前ですね。すごい昔ですよね。あのトイバーの。そうです、そうです。私若い頃にやりましたので。あ、本当ですか。いや、こんなのがあるよって言って、ほほーとか言いながらやっていた。ほほーほほー言いながらやっていた記憶が。それをでも新作でやってるっていうのはすごいな。ただただすごい、すごいなと思ってしまいますね。そうですね。まあ当時のね、あの90年前後の頃のゲームが出てる量と、
今が全く違いますからね、両方ね。なるほどですね。だとね、ちなみにこれニコさんだとどっちが好きなんですか、このスカイアイランド、モンバーさん。私ニコさんとかなりスカイアイランドが回されたイメージが強い。そうですね、僕はスカイアイランドが好きなんですけど、モンバーさんも、うん、でもまだ1回しかやってないんで、ちょっとね、あのもう何回かやりたいなっていうところではあるんですが、うん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 、繰り返し遊べるのはスカイアイランドかなと思ってます、ね。まあそうですよね、あのインストもねそんなに長くないですね。そうですね、このね、はい、この買ってほしいなとか買ってほしくないなとか思いながらやる、ええ、そうですね、根付けをどうしても取られたくないところにもう根をすごい張ってでも取られるみたいなやつをね、うん、ハルさんと一緒にやりましたね。そうですよね、去年確かここの2015年振り返っての時のところにね、うん、スカイアランドは確か入れさせていただいてお話をねしたと思ってます。ですよね、ええ、結局私あの今年に入ってからも何回かやったんですけど、あ、ええ、最近で一番プレイしたタイルゲームかもしれないです。あタイル苦手のハルさんタイルにしては随分やったなと。どんだけ頭が悪いんだっていうね。もうタイルを回してあれね、その一個一個置くじゃないですか、タイルを。そうですね、その瞬間的な欲望にとらわれてですね、全体的な最適化を見余って失敗するっていうですね、結局ね、あれボーナスもあるじゃないですか、全体でこうなればいいよとか ね、こうつなげればいいよっていうやつがね、なかなかね。でもそれでもスカイランドとかそれが少し緩いというか、まあ見通しね、マイラウンドこうボーナスが見えてたりするの で、そうですね、分かりやすかったりしますよね、なるほどね。今年でも KDJ と DSP 両方受賞してるのが出てるんですね。そうですね、あの V シスターすごくこの連続受賞で載っているなっていうところで、うん、あのブログの方でも海外のウェブサイト の、 あのインタビュー記事を実は和訳して公開させていただいてたりするんですけども、うん、ニコボードの方ですね。そうですね、ニコボードの方で公開してるんですけども、うん、あのその中で、まあ、読んでってびっくりしたのが、彼が専属のデザイナーじゃないっていうところですね、まず1点。本業がなんだっけな、金融系のアナリシストだったかな、副業でボードゲームデザインをしてこの大量受賞っていうところで、この人すごいなと思っていて、で今年のエッセンとかでも受賞式ありましたけど土日にしか来なかったっていう忙しい、やっぱりまだ本業があるんだなとか思って、あそれがすごくのそのインタビュー記事訳しててびっくりしたところでしたね。でなんか3つインタビュー訳して、そのうち2つで彼が言ったのが、うん、あのアクワイアをリメイクしたいってすごく強めに言ってましたね。ははなんかインタビュー記事の中で、はい、ね、彼が昔にそのアクワイアをなんか買ってきたんだけど説明書が入ってなかったらしいんですって。で説明書が入ってないから自分でルールを考えてなんか友達とずっと遊んでたって。まただからその時のことがなんかゲームデザインの原点なのかなみたいな話はなんかしてましたね。なるほど、説明書入ってないから自分で作るってどういうことだよってすっげえ思いましたけど説明書取り寄せようよとか思ったんですけどね。そうですよね、まあボードゲームのねドイツ系の方も含めてね、まあ、学者の方とかね数学系の方とかが、まあ、本業と別にボードゲーム作ってるっていうのはね、まあ、非常によく聞く話なんですけど、ファイナンシャルプランナー系の方とかもね、こういう金融系の方がそもそも本業忙しかろうにとか思ったり、そうですよね、しながらやってるっていうのはすごいですね。すごいですね。でアクワイアをリメイクしたいんですか、それはどうでしょうね賛否いろいろありそうですね。やっぱりアクワイアも愛されてるゲームですからね。そうですよね。ちなみに僕の手元のアクワイアにも別にルールは入ってないんですけどね。え、入ってないんですか。入ってないですよ、だってあれ箱の裏に印刷してるのが全部ですから。あ、そうなんですね。はい、なんでまあ当時のいろいろバージョンがあるんで何とも言えないですけど、もうそんなもんなんですよ。箱カバッと開けたら天井側に当たる部分にもう1ページ分ですよね、 A4 でもうそこが全部ですルール。はあ、こうやってたらそれを読んで、ほはーん、こういうゲームなのか、で箱閉まって終わりみたいなねそうなんですよ。なんでそんなぐらいで、あとペラペラ紙が入ってるやつはコマなくしたらここ連絡しろよみたいな、ああそういうインフォメーションみたいな感じなんです。そんだけしかないです、ね。そうか、アクワイアでも面白いですね。あのアクワイアといえば今2つあって、今年出たのがラストスパイクですね。ラストスパイクがもうほとんどアクワイアなの で、 そうです、ね、あれがいいアクワイアのリメイクなんじゃないかっていうことと、
本家アクアイアも出ましたね。そうですね、なんかあれですよね、正方形になったんでしたっけ、マス目がね。びっくりしました。そうですね、まあ、どっかで体験したいと思うんですけど、アクアイア のバリエーション違いってびっくりすることたくさんあるんですけど、数を変えたのはあれだけなので、ああそういうことなんですね。あとは大体なんか何ですかね、特殊能力で俺は株を倍買えるぞとかさ、あなるほど、安売りできるぞとか、まあとんでもないいっぱいあって、大体みんなにあバランス壊してるよねとか言ってこうピッピッてのげられちゃうですけど、あれは形変えちゃいましたしね。しかもアクワイアって合併をホテルがしたら1位と2位の株式を持ってる人がお金もらえるっていうですね、そうですね、なんですけど、新しいやつは3位以下ももらえるので、あそうなんですね、あれね、要はファーストセカンド、要は株式数に応じて絶対お金をくれます、ファーストセカンドはもらえる量がボーナスがもらえますっていう概念に変わっていて、脱落する人を防いでる、で全体を小さくしてゲームの時間を短くした、まさに和風な感じにはなってるんですけど、そうです、ね、確かに本家のルールでやるとなかなか脱落しちゃう人が出たりとか、なかなか追いつけなかったりっていうのがありますもんね、うん、全く甘えがないんで、そうですよね、うん、もうダメだと思ったらあと1時間出し引きマシーンになるんだな、もう出し出し出し悲しいこれはねたまになるんですよね、なんか何回かに1回やっぱなっちゃう時があって、うんうん、その時にたまたま初回が当たった人はとても悲しそうな顔してタイル引いて出すゲームなので、やっぱり昔なんでそういう平準化する、要はみんなのね活躍する力を均等するっていうのシステムは薄いんで、なんでフィフィスターさんがやってみたいんであれば、ラストスパイクはその辺がまだよくできてるんですけど、まあ、そんな感じのが出てきてくれるとね、そうですね、良さそうですよね。確かに。そうか、でもスカイアイランドとモンバサが僕はデザイナーさんを記憶する能力に著しく欠けているので、まあ、メーカーもあんまり覚えてないんですけど、ええ、モンバサはとても今年好きだったんですけど、よもやスカイアイランドと同じであるとは全く思ってません。ゲーム性が違いすぎますよね。そうですね、また全然違うあれですよね。ですよね。でそれでさっきのインタビューの記事もあって、この人本業じゃねえっていうね、どうなっとるんじゃっていう、ね。まあでもモンバサも含めてね、まあ去年もう日本語版もねモンバサ出てますけどね、非常にいいタイトルですよね。そうで、ちょうどねそれでいくと僕の方のネタでも上げてますけど、今年まあジェンコンも良かった、まあ、キックスターターのやつもすごく良かったんですけど、結局エーセンの2016がもう終わったわけじゃないですね。でスカウトアクションもまあ当然出ておるんですけど、まあこのスカウトアクションのやつが今年はいいゲームが多いんですよ、この年末に来てね、この10、11、12ぐらい、まあエッセン終わる、まあ、ジェンコンのやつが終わって、で10月にまあエッセンがあったので、まあ、そこでちょうど持ち帰った人が10月下旬ぐらいから11、12と今やっていて、まあどれもこれも面白いと、全然国内流通してないやつもまだあんのなと思いながら、面白い面白いという私もやりたいわいとか思いながらね、やってるんですけども、いや私もそれなりにやりましたけど、いやいいのが年多いんでね、来年のどれがねランクに輝くかとかはかなり気になるところですけどね。そうですね、スカウトアクションの、あの数値も平均的に去年とか一昨年とかと比べて高いポイントだったんでしたっけ、うん、まあ、今年は最近の中では高いし、実際見聞きしてる感じでも良さそうっていう感じではありますね。なるほど。で特にその、まあ、同率で3個1位になって、オーディーンとグレートウエスタンレールとファーストクラスが1位だったんですけど、オーディーンの祝祭なんか日本語版がねテンデンさんからね、そうですね、早々とやってましたよね。もう出てますからね、私もやらせてもらってやって、結局これ私2人で、これも2人でやってるんですよ私ね、オーディンで。ああそうなんですね。あれはやっぱでかいのでプレイ時間が長いんで、うんうん、こう2人でいいんじゃない、と思って2人で回したらこれまた面白くてですね、もっぱら2人専門でやっとるわけなんで2人しないんちゃうかったんけ言いながらね、やってるんですけど3時間ぐらいかかっちゃうんで、まあオーディンはもう日本語置いてまして、ファーストクラスとグレーウエスタントレイルはまだ国内流通はあまりしてないで、ファーストクラスはメビウス便が入ったの で、 そうです、ね、まあ、もうじき、ね、流通するんじゃないかな、まあ、国内入ってるぐらいで、グレストウエスタントレイルの方はまだ国内ショップさんにはないないですね、アナウンスされてないですね。あっちこっちでプレイレポートで最高だとは聞きますけどあのグレートウエスタントレイルがシステムややこしい方では今年2016年のプレイでは最高じゃないかっていう声も私のとこには聞こえてきたり、なるほどなるほど、某所の投票でも良かったとか聞こえたりするんで、そういうことですね、かなり期待しますけどね。このスカウトアクション絡みでニコさんで
なんかやったやつで良かったとかあります？あ、グレートウェスタントレイルはやっぱり良かったですね。あ、やられたんですね。そうですね、まあ、今年そうですね、エッセン行ったのでいろいろ買ってはきたんですけど、うんうん、でファーストクラスは買ってきたんですけど、訳すのめんどくさくてまだ遊べてないです。これ意外にルール量多いって聞きますよね。そうですね、なんかいくつかモジュールが、5つモジュールがあって、そのうち2つのモジュールを使って遊ぶゲームになってるみたいなんですけど。組み合わせだから。そうですね、だから多分そのモジュール分だけルールが結構多かったりっていうのはあるんだと思いますね。あとはそうですね、僕遊んだことあるのはウルム、コードネームピクチャーとか、あとビアネビュラ、キングドミノ、デルフォイの新宅とか、その辺ですかね。うーん、私その中でさっき言ったグレートウェスタントレイルと、ウルムかがやったことないんですけど、ああそういうことですね、うん、グレートウェスタントレイルはなんとなく聞いてると全然システムとかあれは違うんですけど、まあ、去年のモンバサが複雑な方で良かったっていう感じだったので、まあ、かなり複雑な形でデッキビルディングっぽいんでしたっけね、確かね、これね、なんかカード、そうですね、牛のカードを自分の山札にこうしていくっていうようなデッキビルドをするような感じなんですよね。 牛を集めるゲームなんですよ。あ、これ、はい、このゲーム牛を集めてこうスゴロクでその牛を出荷する地点に行くと牛を出荷するっていうゲームなんですけど、ははは、でそのより価値の高い牛をなるべく入れて、で価値の高い牛を出荷するとたくさんお金が入るっていうようなシステムになってて、でそこでこう価値の低い牛を手放したりすることでデッキ圧縮して、なるべく価値の高い牛が自分の手元に来るように、そうですね、あの循環させていくっていうようなゲームになってますね。不思議なテーマを取ってますね。そうですね。なんだそれやと思いながら今聞いてましたけど、そうですね、そこそこ長いんですよねこれね。まあ割と長いですね。この間3人でかなり早く回してたんですけど2時間ぐらいはかかりましたね。あ、でも3人で2時間ぐらいで回るんですね。そうですね、それだとまだ全然いい感じですよね。あ、それは楽しみですね。これのね、なかなか国内流通のねあれが聞こえてこないんで。そうですね、うん、輸入するのか国内流通してくれるのか、いまだに僕はポチろうかどうかずっと悩んでるわけですけど。そういうことですね、うん、意外になんか僕の近隣の人が持ってるんでやらせてくれそうな気もしながら自分でも欲しいなとか思ったり。なるほどなるほど、うん、感じですけど。ちなみにウルムはもう国内流通していて、そうですね、私の足元にも、未開封なシュリンクだけ破ったような状態でまだ置かれてはいるんですけど、これどうでしたか？そうですね、これはタイルを押し出して、そこの押し出した先のタイル3つを使ってアクションを行うっていうゲームなんですけど、うん、タイルをこう押していくとどこからはみ出ちゃ う。そうですね、そうですね、 3×3 のタイルマス目があって、そこの中から3つアクションを選ぶみたいな感じのゲームになってるんですけど、そうですね、定番でできることもそんなに数は多くないですし、非常にシンプルで、で1時間ぐらいで終わって、割となんか大聖堂のモニュメントもあったりして見た目もいいんで、なんでしょうね、こうなんか優等生的なゲームだなと思って。あ、そうなんですね。あ、てか1時間ぐらいで終わるんですね、はい、これ私なんか外見てる感じだとなんかめちゃくちゃ重いような気がしてたんですけど。あ、全然重くないですね。あ、そうなんですね、じゃあ今度やってみようかな。なんか重そうでなんかいろいろルールごちゃごちゃ書いてたんで、これはちょっと後回しだなとか思ったから。そんなに重くないと思います、はい、あ、そうなんですね、それはじゃあちょっと楽しみですね。ちなみにこの中のスカウトだと、まあ、最近この2016年の12月の下旬も下旬になったところでレールロードレボリューションもなんか出てきましたね。出てきましたね。湧いてますけどもね、たまたま同じような土日に遊んだ連中が多かったんじゃないかという説も。だいぶもう その週はちょっとレールロードレボリューションの週だなって盛り上がってましたね。まあこれね、流通が始まって、特に最初1週2週目の週末だったんで、みんなやったのかなと思うんですけど ね。これ正直面白かったですね。あ、本当ですか。面白かったですか。よかったですね。鉄道を引いて線路を引く、駅舎を建てる、電線網ですね、あの電気の、はい、あれを増やす、であるいは自分とこの資産を売る、もう本当資産売っ払っちゃうんですね。あの駅舎の資材と線路引く資材があるんですけど、売っちゃってお金に換えるみたいなもの。もうこれをやっていくだけなんで、どれもアクション全部ですね、誰かがやったからできないってアクションないんですよ。ただ先着はあるんで、はいはい、初めてこの駅を建てた人はボーナスプラス基本なるので、うんうんうん、基本は絶対もらえて先着はないんですね。うん、なので基本での最適解はある程度ありそうなので、
プラスそう、まあ、みんなが最適解目覚め始めたらじゃあ先着を誰がどう取るかっていうね取り合いになるんでまたバランス取れてくると思うんですけ ど、 なるほど知らない方と知ってる方が混ざると相当差が出そうな、あそういうことですね、感じはしますが、でもかなりかなり良かったですよ、かなり面白い、あ本当ですか、うん、これはおすすめですね、あ本当ですか、うん、去年のねあれですね日本もなかなか面白かったですけど、そうですね、なんかそれを超えるっていう声も聞いたんで、ああそれはね圧倒的ですよ僕の個人的には、あ本当ですか、圧倒的にこっちの方がいいです、ちなみに3位のテラフォーミングマーズはもう必須ですね、こうみんな買いましょう、これ必須ですか、必須 も、 もう SF 好きな方はマストバイ、あら全然流通しないんだけど数が高い、ストロングホールドの、まあ、超いいですよね、今これって入ってくる予定ないんでしたっけ、あの米国とかあの辺でも全然在庫がない、あアメリカでもないんですか、ないですね、何人か買われたアマゾンとかも含めて、買われたけど出荷が1月下旬とか2月とか、そんなそう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 、なるほど、確かにあんまりなんかプレイしてる人見ないなと思ってたんですけど、そうそう、でも評価すごく高くて、ああそうなんですね、そうなん、ただこれはストロングホールドさんなんで、和訳も含めて、日本語版もありえるといいなと思いますけどね、私250枚ぐらい翻訳したシール作ったのでこれあのオールユニークなんですよ、あーカードをプレイするゲームなんですけど全てユニークなので全く同じカードの効果に見えていても資源がいくつかあってコストが違うとか、うんうん、いうことがあったりするのでこれはね面白いんですけどカードを日本語化するの大変なので日本語版出てくれるといいなと、いやそうですね、ほんと面白いですよこれは、今年はこの辺とかねさっきのウルムが私気になったんですけどね、まあ、ウルムも軽いんであればいいですよね、まあ、コードネームピクチャーはね言わずもがなですからね、私はあの普通のノーマルからね、コードネームピクチャーにもう入れ替えちゃいましたんでピクチャーの方が好きなんです私、あのなるほど、文字より絵の方がもう本当にみんなのイメージだけじゃないですか、絵で当たる方がいいなと思って、あそういえばコテージガーデン私やったことないですね、まだね、あ本当ですか、うん、コテージガーデンはそうですね、うん、まあ多人数版アンパッチワークっていうのが適しているのかなと思うんですけど、どうでしょうね、何でしょう、何かガチでやるっていうよりも何かパーティーゲームな感じはするんですけどね、でタイルを4つ並んでるのを選んで自分の2枚ある庭ボードに埋めていくっていうゲームで、うんうん、でその庭ボードに、植木鉢と何かガラスが乗っててそこをこう埋めちゃわないように何か花壇を作っていって、うんまあ、点数を増やしていくっていうような感じになってますね、で、まあ、やっぱりぴったり埋まればいいんですけどなかなかそんな綺麗には埋まんないんでそこをこうどうやって潰すかっていう勇気が必要みたいな感じですね、うん、でそのガラスとその植木鉢っていうのが残ってる植木鉢とそのガラスの分だけ得点になるんですよ、うんうん、だからなるべく潰さないように庭を作りたいんだけどちまちまやってるとどんどん手番が進んじゃうんでなかなかその庭の完成の手番が遅れるっていう悩ましさがあるようなゲームですね、やっぱりなんかお聞きしてるとパッチワークのねこうね自分のところねパッチ入れていって、まあ、いい形に埋めたいとかね埋め切りたいとかね、あれも手番大事じゃないですか、そうですね、どのぐらい置いてね進めるとかもあるので、なんとなく雰囲気が似てるような気もしますよね、あ、コテージガーデンね、もうちょっとあれね、箱絵がね、賑やかだったらもうちょっと売れるような気がしたんですけど、地味ですよね、あれね。そうですね、地味ですね。ですよね。確かに、確かに。もうちょっとね、あの派手な箱の方がいいんじゃないかなとかね、個人的には思ってたんですけどね。そうですね。うん。まあまあ、そんな感じがね、最近の私の方で、良かったなっていうゲームなんですけど、ニコさんの方のネタに行きますと、さっきもちょっと出ましたけど、ニコさんのね、あのブログの方が、ニコボードの方で、はい、最近私が大好きなネタをガンガン出していただけてるわけなんですけどニュース系のネタですね、ニュース系ですよね、まあ、どうなんですか、いわゆるあのレビュー系とかはね、まあ、たくさんあるわけですけども、どちらかというとまあレビューもニコさんとこうありながら、まあ、ニュース系の方ニュース系を出し始めたのは今年ですよね、そうですね、まあ、あのブログ本格的にやり始めたのが今年の4月末とか5月からぐらいなんですけど、うん、そうですね、で当てる中で基本的にレビューとそうじゃないのの記事を1日おきで1回おきで書いていて、うん、でその中で、まあ、なんかネタ何かないかなってなった時にそういえばあんまりニュースってやってないなと思って、うん、でちょっと1週間単位で
なんかニュースがあったらちょっと書いてみようかなと思って、まあ、始めたんですけれども、そうですね、あの春さんから非常にあの大絶賛、ね、いいぞと大絶賛していただいて、ね、やっぱこうブログって反応全然ないんで、そういった、うん、の意見いただけるのであれば、ちょっと今後も続けていきたいなと思っている次第ですけどね、はい、ブログの方反応ないですか、やっぱり。全然ないですね。全然ない。全然ないです。全然ないですよ。全然ない。それツイッターの方とかでもないですか。ツイッターとかでも、まあ、なんかあ リツイートとかいいねしてくれる人が何人ぐらいいるなぐらいで、あもうほぼほぼないですね、コメントは。あ時々あのルール間違ってると、 ありがたいことに教えていただけるんですけど、ルール間違った時と、あとは会った時に時々言ってくれるぐらいな感じですかね。反応欲しいですよね。まあ別にまあ特にないよっていうのは、まあ僕も別にブログ読んでコメントをそんなにしないんで、まあそういうもんかなと思ってるんですけどね。そうでしたか、ね、いや、このね、またこの YouTube とポッドキャスト聞いてる人ね、ニコさんのねブログのニュースがね愛してる人はね、絶対コメントの方でも最高って書くだけでもいいんで、あのコメントで残した方がいいいや本当にね、ブログね続けるモチベーション難しいと思うんですよね。まあまあそうですね、なかなかね。ブログでそもそも見たり、あの RSS リーダーの方で手元で見たりして、いろいろあっちゃこっちゃ見てるんですけど、レビューって自分で書けるじゃないですか。昨日やったゲームとか先週やったゲームの感想をバカバカと書いちゃおうというので書けるんですけど、ニュースはそうはいかんじゃないですか。そうですね、どこかからねこう探してきたり、あこれみんな良さそうみたいなやつを取ってこんでいかんじゃないですか。そうですね、うん、そのあたりがやっぱりちょっと大変なのかなと思ったり、そうですね、まあ、だから、まあ、日本のサイトとか、まあ、ツイッターのタイムラインとかを見ながら、うん、面白そうなネタがあったりメモ帳にメモして、それを1週間分としてまとめて出すみたいな感じでやってますね、うん、ですよね、どうですか、こう1週間分ぐらいでいいですかね。1週間分ぐらいでいいんじゃないですけど、僕が言うのもあれですけど、というかあの毎日上がると面白いと思いますけど、絶対続けられないですよね。そうですね、内容多分なんかさらって終わると思いますね多分ね、うん、で1日だけにすると、あの僕実はあの海外ブログがメーリングリスト結構出してるところがあって、あの1週間分のブログニュースとか、僕それ結構取ってるんですよ、メールで読んでるんですけど、だいたい1週間ないしはあの月2回のが多くて、僕が読んでるとこだと、まあ、ゲームの紹介とかしてるレビューもやってるサイトなんですけど、一番流入率があったやつはこれだよとか、みんな最近例えばあのスカウトアクションでうち検索に来たらこんなキーワードのやつが一番みんな探してて気になってるみたいねとか、ああなるほどなるほど、でそれについて書簡とかギークではこういうフォーラムになってるよみたいなコメント付きでね来たり、ああそういうことですね、うん、あとはその例えばハナゲンが、まあ、安売りやってて俺のおすすめはこれだぜとかね、あ、まあ、そういうものがあったりして、やっぱり1週間に1回ぐらい来てメールが来たりすると、ニコさんの今1週間に1回ぐらいじゃないですか、特にあの国内情報もあるんで、私ね国内情報本当に疎いのでよく怒られるんですけどね怒られるとあそこのお店に扱ってますよ、え本当みたいなね、一生懸命今クールスタッフ見てたわとかねそうですね、さらっとなんかタイムライン流れてたりとかそういうことありますからね。そうあれね、みんなすごいなと思ってね、分からんすよしかもなんか話題になった瞬間一旦なくなってるし、そうですね、そう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 、本当にあのメモしとかないと流れてっちゃうのでタイムラインで、そうそうそう、それだけちょっと気をつけていつもメモしてますね。ね、難しいですよね。なんか、まあ、ニュース系のところはね、特にあの国内のやつを書いてもらえて、まあ、ニコさんの、ね、まあ、主観が入ったというか、まあ、これこんなんでしたよとかね、まあ、こんな感じですよっていうセットで書いてもらえるので、特にあの前のやつもあの雑誌で特集があったとかね、あのテレビで取り上げたとか書いてるじゃないですか。そうですね、全く僕のスコープに入ってないネタなので全くテレビを見ない生活をしている私なので、なるほどなるほど、モノマガジンはこれだったら買ってみようかなとかね思ったりしながら、昔はね、モノマガジンは良かったですよ本当に。あ本当ですか。ええ、あの一時前ぐらいまでの本当にボードゲームの情報がなかった時代で、一時前って言いながら20世紀の話してますけど僕今あの本当に何例えばポパイとかね、ああいう雑誌とかでもなんか夏の特集とかあったりするわけですよね、ちょっと乗るんで、その中になんかマニアックな海外ゲームの情報とか乗ると喜んで買ってたもんなんですけ ど、なるほど、今はギーク叩けばいいんでしょみたいなノリだったから確
確かにそうなっちゃいますね。あとねやっぱり私が好きだなと思ってるのはさっき言ったランクですよね。ちょっと前のやつでもオランダゲームショーの2016とかいろいろあるじゃないですか。やっぱりそのメジャーなやつ以外は分かってないことが多いの で、ね、しかも、ね、申し訳ないですけどニコさんが翻訳したコメント付きで書いてくれてるんで、いや、まあ、日本語で読めるんで、まあ、こんなにありがたい言葉だなんて素晴らしいんだっていうね。ありがとうございます。いや本当にこれね、全然そのオランダのねショーとかごめんなさい残念ながら全く知らなかったんで、でまあでもアドベンチャーランドとねマルコポーロのだったんで、まあ硬いなやっぱりと思って、ね、アドベンチャーランド実はやったことないんで、ね、ずっとやりたいと思いながらね、まあ、幅のねゲームなんでね子供受けかなと思ったら意外にしっかりしてるよというんだけはね聞いた、ね、音の幅ってやつですね。確かにそうです ね、 ね、そうそう音の幅になってからねあまり縁がないのでこの辺ねなかなかね気になってるんですけどね。まあでもニュースサイトやっぱ返事欲しいですよね。もうね本当にブログ皆さん大変だと思うんですよね。だいたい僕も昔ブログやってましたけどね、もう訳が間違えてますよというのと訳くださいが二大巨頭ですからねまあでもそれは僕はすごくありがたいんで、本当にありがとうございますって言ってもう速攻で修正して修正しましたって言ってやらせていただいてますんで、なんかこれお聞きでルール間違ってるところを見かけたら教えてくださいね。それいいですよね。やっぱこうねレスポンス欲しいですよね。そうなんです。でそうでちょうどね私の方のネタで上げてるやつの方も私の方で、まあ、YouTube を今、2年10ヶ月かな今が2月末から始めたので、今がなんで2年10ヶ月なんで34ヶ月目、まあ、もうちょいであとで丸3年経つぐらいなんですけど、今日現在で497本登録してるんですね。もうちょい年内で500いく感じですか。だいぶちょっとサボったのダメだったねみたいなねすごいですね。だいぶ30日する予定なので498で今年は終了と、なるほど。いうことなんで、惜しい500本。いや、別に500本に意味があるわけじゃないんですけど、まあ500本いかなかったなと。そうですね。これ大体その、まあ、ハルさんすごいペースで動画上げられてますけど、うん、1本作るのってどのぐらいかかるんですか。今ね、最近難しいゲームがあるじゃないですか。そのゲームシステムそのものが。ややこしいやつとかになると、だいたい3本単位ぐらいで、1週間なんでね、1週間で3本単位ぐらい収録するんですけど、2時間ぐらい最近かかっちゃいますね。2時間ぐらいで終わればいいかな。1本が2時間半。いや、3本で。あ、3本で2時間半ですか。3本で2時間ぐらい。で、ただその後、今度編集が入るんで、あ、はいはいはい、編集で全部やる。一番時間がかかってるのって、並べ直してる時間が一番かかる。並べ直しっていうと、ボードを開いて、袋から出して、コマを全部並べて、あ、そうなんですか。あるシーンを作りますよね。そうすると画角が変わるんで、カメラ調整して、ある程度喋って、でここが面白いんですよって今度変えたい時のコマとあれを出さなくちゃいけないんですか。これはしまってこっちを出してとかやってるとガチャって崩れて、あーって言いながら大変ですね。なんでそこので喋って、なんか今5分ぐらい喋ったけど明らかに今面白く喋ってないと思って、やめと思って、ちょっとこうシーン変えようと思ってもう一回喋る。なんでそこのね並べ直してる時間が一番かかる。そうなんですね。そうなんですよね。なのでちょっと前に出しましたけど、東京ハイウェイのプレイ動画とか出してたんですけど、まあ、全然かかってないですよね。もうプレイ中プレイのやつ撮って、もうその時楽しく遊んでるだけなんで、もう登録、録画時間ゼロですからね実質。そうですね。あと編集するだけなんで、まあ、プレイ動画は簡単なやつは楽ですね。やっぱ難しいやつはね、デッドウィンターとか作りましたけど、カードの説明とか全部はめないといけないんで、ものすごい全部スキャニングして撮れるようにしてタイミングかかってとかなるともうベラボーの編集時間かかるんで、大変ですね。なんでだいたい2時間半ぐらいで1回土日どっかで撮って月火ぐらいで編集してる、まあ、この段で年末に1月のやつを取りためないといけませんね。なるほどそう、動画サイトはね国内あんまり今年増えてないんですよね。まあ、やっぱり動画、そうですね、ハルさん確かつぶやかれてましたもんね、もうちょっと動画いっぱいみんなやろうよって。そうそうそう、ね、まあ、あるんですよ、もちろんね、国内ってあるんですけど、もっと欲しいんですよね、もっと欲しい。なるほど、なるほど。特に今、ニコさんがニコボードみたいなのされてるじゃないですか。だからニコボードタイプのニュースをしゃべるポッドキャストでもいいし、あれのニュース的に画面見ながらバババーと読み上げてもらって、でもいいんで、それでもあったらいいなと思って。そうですね。そうそう、ハルさんそうおっしゃってたんで、一回トライして、うん、音まで入れたんですよね。あ、マジですか。音まで入れて、ただ、その絵を合わせるのがめんどくさくなったら、次の週になっちゃって、もうニュースじゃなくなっちゃったって自分の中になってニュースのこのスピード感っていうか、
すぐその作業してるうちに次の週が来ちゃうんで、うん、もう なんだかよく分かんなくなってきちゃって、ちょっとあのまだできてないんですけど、ちょっと冬休みに1個試しで作ってみようかなと思ってます。 そうです。それってあの、はい、ボドゲ仕掛けのオレンジの方のコーナーの中で、ニュース的なやつを、カブラギ P が入れてるやつがあって、今ポッドキャストはあそこが僕一番好きなんですけど、ニュース的なやつがあって、あのカブラギ P がやってるやつでもなんかガチャガチャ編集してるうちにもうネタダメだとか、編集してるうちになんか再販のネタが出たとか、ダメだ使えねえとか、ありましたね、ありましたね。いろいろなんか前のところでなんか補足が入っててなんか大変そうだな、テイク4ですみたいなね、カブラギさん大変やなみたいな。ニュース系はそういう辛さがどうしてもありますよね。そうなんですよね。ね、なのであのゲームギャラリーチャンネルの方ではニュース系っぽい時事ネタはライブにしてやるんですよね。そうですね。もうライブでドーンと撮って、もうそれをほとんどそのままアーカイブにして、もうすぐ出しちゃうと。だってネタはね早いですからね。そうなんですよね。あれって国内流通しないよねって今こうやって収録するじゃないですか。これがグズグズしてるともういきなり売ってたりしますからね。そうなんですよね。そうそう、売ってるじゃんみたいなね。いやいや、そうなんです。なんでまあただ動画の方はさっきね、まあ、僕もブログやってポッドキャストやって今動画の YouTube やってるんですけど、一番レスポンスはやっぱ圧倒的に多いので、もう圧倒的です。一番私にレスポンスがなかったのは、僕がやり始めた頃はまだツイッターがあまりなかったので、ポッドキャストのレスポンスが一番なかったですね最初ね。なるほど。やっぱり iTunes のとこ行ってあそこの公式のとこに書き込むのはよっぽどでしょう。よっぽどです ね。僕のとこは師匠を囲んでるだけですからね、師匠ありがとうございますって、もう僕は師匠に頭上がらないんでね。なるほど、必聴でしょうと書いてて、僕も涙が止まりませんね、喜んでますっていうね。いや、あそこは書けないんですよ。僕もいろんなポッドキャスト聞いてますけど書いたことないですもん。そうですね、ブログは時々ねコメントで面白かったらね面白いですよ。さっきなるべく書くようにしてみんなのモチベーションをこう維持しようとしてるんですけど、 YouTube はなんか割とみんな気軽にコメントいただけますね、どっちかというと。ああ、そうかもしれないですね、確かに。あの動画見てコメントをいただいたり、次の動画のリクエストをいただいたり、だいたい毎日。ああ、本当ですか。毎日だいたい何かしらずっといただけいい、ね、っていう感じなんで、逆にそれがあるんで、まあ、続けやすいかなと。まあ、とりあえず最初100本作ってみようと思ったんですけど、まあ、動画100本意外に楽だったので楽だったので、まあ、とりあえず1000本ぐらい作ってみたらもうちょっと上手になるかなと思って。あ、素晴らしいですね。まあ、ね、なんでまあニコさんのねニュースの方もね、さっきねおっしゃってたね、その音声でやるんですか、動画じゃなくて。音声に映像を組み合わせて YouTube に投稿するっていうのを一回やろうかなと思ってるところですね。最高ですよそれ、絶対聞きますよ。ありがとうございます。購読しますよ。本当にもしあの映像が難しかったポッドキャストでもどっちも。わかりました。ものすごい頑張ってみます。はい、素晴らしい。ってな感じですね。まあね、いろいろねお話しさせてもらってるんですけど、まあ、1時間ぐらい経ってるので、まあそろそろ大ネタなんですけど、まあ今年のね、まあもう年末なので、まあ、ベストゲームですよね。ベストゲームね、軽くね触れていこうかなと思うわけですけど、そうですね、ニコさんもね、まあ僕から見てもね、ニコさんね結構ねいろんなゲームプレイされてるなと思いながらね観測しておるわけなんですけども、今年どうですか、ベストゲーム何か。そうですね、今年のベストゲームはですね、ワールズフェア1893ですね。おっと、それはびっくり、なんと。僕これ一番好きでした、今年1年いろいろやった中で。これ実は春さんと一緒に遊ばせていただいたのが初だったんですけども、アメリカのシカゴ万博をテーマにしたゲームで、5つのエリアにキューブを置きつつそこに置かれているカードを回収してそのカードを得点化するっていうような、まあ、陣取りゲームなんですかね、そうですね、になってるんですけど、この陣地に置くんですけど、そこの陣地でマジョリティを取る色のカードが得点化できるんだけど、そこのマジョリティを取りに行ってもそこの色のカードがもらえるわけではないっていう、その分かりやすいジレンマがたまらなく良くてですね、あとその各カードがユニークで、その当時万博であの発表された発明品とかがあの書かれていて、絵的にもすごく楽しめるっていう、その2点がすごくいいなと思って、今回今年のベスト1ですね。マジですか、ものすごい今個人的にびっくりしました。あ、本当ですか。1個上げるとっていうところで一番かなと思ってます、これが。まあ、非常にグラフィックとかね、あれ綺麗なんですよね、全体的にね。そうですね、色合いが綺麗なんで見た目も非常にいいんですよね、写真とか撮った時に。
ですよね、なるほどな。 いろんな方のね、今最近ちょろちょろとね、今この収録の絡みもあって、お聞きしてるんですけど、だからワールドフェア、例えばその今年やったやつで、まあ、ベスト5とかベスト10ぐらいと多分入る方かなりいるんですけど、ベスト1っていうとなかなか今すごいなと思って。なるほど、そうですか。そうですね、だ僕あんまり長いゲーム得意じゃないので、だいたい1時間ぐらいで終わるゲームの中から選ぶとこれだったんですね。なるほどですね。それなかなかね、面白い。僕もちょっとどっかでやり直してみたいですね。なるほど。まあ、一応ね、私のね、私ベスト1が今自分のギークのレーティング表を見てるんですけど、まあ、9点つけたやつが、まあ、3個ぐらいあるんですけど、まあ、これはどこかでまたやる。まあ、やっぱりでも、どれかっていうと、まあ、でもみんなと同じなんですよね。これ別のところでもやってみたんですけどね。やっぱりレガシーなんですよね、今年ね。パンデミックレガシーのシーズン1ですよね。なるほど。まあ、これが1位になるかしらね、という。なるほど。やはり。やっぱり、びっくりしますよね。前のレガシー、僕やったことあるんですけど、ディスクレガシーですね、ディスクのレガシーっていうね、戦争もののゲームで終わったら結果をちょっとずつやるんですけど、まあ、あの時はファンファンって思っただけなんですけど、まあそんなこともあるよねみたいな、なるほど、あったんですけど、このパンデミックレガシーはこれニコさんやりました？やりました。で10月で止まっていて、ベストゲームに入ってないんですよ。あ、10月で止まってるわ。そうなんです。これはね、まだプレイしてる方プレイしてない方いろいろありますけどね、いいとこですね、そうですか。秋口ですよね、ちょうどね。そうですね、そうです、そうです。それはでも、10月は終わった。いや、次が10月だったか。次が10月、今9月、9月終わったとこだったような気がしてますけど、ね。じゃあ、10、11、最後のワンコーターが残ってる。そうですね。そうですね。それは、それはニコさん、やられば。やられば。だって、起承転結のケツじゃないですか。そうなんですよ。ちょっと年内にやりたかったんですけど、ちょっと予定が合わずにできなくて、まだ終われてないんですよね。最高ですよ。本当ですか。はい、シーズン2が出たらまた同じメンバーでやりたいねという、ああ、まあでもそうなりますよね、確かにね。いや本当にこれは良かったですね。そうか、ニコさん終わってないんですね。終わってないんですよ。でもまあ5月、まあ、あるいは10月までやられてることなんで、やっぱり画期的なゲームと思うんですよね。そうですね、やっぱり面白いですよ ね。確かに。そもそもパンデミックそのものがね、その繰り返して協力ゲームでね、筋がいいので、ちなみにあのパンデミックのこれベストから外れますけど、9話の拡張が出ましたけど、出ましたね、あれはいろんな役職が増えておりまして、はい、ああまた増えてるんですね。増えてます。絶対似合ってできるやつがいっぱい増えてますなるほど。このレガシーと絡んだような、ああなるほど、こうなってああなってこの人こう使ったよねファッファーンみたいな。ああなるほど。もう確かにレガシー系のキャラとかいましたもんね。そうそうそう、それがズバッと増えてるんでニッコニコですよ。なるほど、なるほど、この人使ったよって言いながらやっぱり使うっていうね名前ももうついちゃってますかね、レガシーだとね。そう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 。名前ね、うちつけなかったんですよね。あ、つけてないんですか。役職名で言っちゃったんですよね。あ、そうでしたか。失敗しましたね。どう、そうですか。なるほど。まあでも基本的に役職名でコールしているのと、ほとんど名前が変えなかったので、なるべく同じような役職、途中ちょっとね、入れ替えたりしましたけど、なるべく同じでいって、これはね、これ今ね、ほにゃほにゃ喋ってますけどね、やったことない人がまだいらっしゃるしね、そもそもニコさん終わってないんで、僕、具体的にすげえ喋りたいこと、今、喋ると死んでしまえって言われそうなので、喋れないわけなんですけどね。いやこれはいいゲームでしたね。まあ、ニコさん、ぜひこれ終わっていただいて、わかりました。終わっていただくと、1月か2月ぐらいに終わったら、来年のベストがこれになったら、びっくりします。来年のベストに1年遅れで、パンデミックレガシーって言うかもしれないですね。そうです。まあ、来年ね、シーズン2も出るらしいですからね。そうですね。シーズン2は日本語版分かんなかったら、もう英語版強みで頑張ろうっていう説で、うちの方は今。いやー、でも絶対日本語版出ますよね、パンデミックシリーズだったら。ね、出ますよね。9話もね、拡張きっと出ると思うんですよね。そうですね。はい。まあ、そんなところですかね。まあ、なんで、ニコさんの方とね、大体1時間ぐらい、まあ、今年のことを、あれやこれやと、喋ってまいりましたけども、はい。まあ、大体こんなところですかね。ニコさん、なんかありますか？ネタ的に、もうちょっと。いや、まあ、こんなとこでいいんじゃないですかね。ね。ですね。私的にはなんでね、ニコさんの方はね、さっきやりました、ニュースのね、YouTube 版というのをね、来年非常に期待しておりますんでね。じゃあ、来年頑張りますという。ことで宣言することでこう自分を追い込む。いや素晴らしいですね私のもね、私の YouTube は時々言ってますけどね、一応動画が1000本登録、で100万回再生と
で1万人のチャンネル登録いただくという3大目標に対して、日々コツコツとやっとると。それいけねえだろうとかね思いながらね、1万人チャンネル登録って日本人で YouTube 動画いないだろうとかねいろいろ突っ込まれておるんですけど、まあボツボツね。でもそういうやっぱり目標があるとモチベーションになりますからね。ねえ、まだまだ数字的なものは作りやすいですもんね。そうですね。ねっていうところでね、頑張っていきたいかなと思います。はい。はい、ということですね、今日はですね、ニコさんとですね、2016年ですね、ボードゲームのね、あれやこれやについて、語ってみましたということですね。ニコさん、じゃあ1時間長いことありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあまたね、来年よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、失礼します。はい、失礼します。